皆さんこんにちは、森沙織です。前回に引き続き今回も私の夏休み動画です。今回は帰省のタイミングが重なったので、同じ高知美少女図鑑に所属している倉島ひなちゃんと呉大正市場さんへ行ってきました。まずは美味しいカツオを食べに田中鮮魚店さんへ行きました。店内はランチ前に行ったのもあってすごく空いちゃったので、お店の中にあるサインとかも見つつすごくゆったり過ごすことができました。今回はわら焼きたたきだけじゃなくて、あの生カツオの刺身かいただいたんですけど、びっくりしました。もうプリップリで舌の上で溶けていくんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、私もひなちゃんも一緒に来てくれた社長も全員もう生カツオこれやばいね、美味しいねって言いました。もう最高でした。串焼きポン吉さん、ついに本場に行けました。ハランボ串ひなちゃんいただきます。はい、おいしい。ご挨拶できたのもすごい嬉しかったんですけど、新作の、 あの明太マヨ、わさびマヨ、イノシシ串も出してくださって、どうぞ食べてみてくださいって、あの高知らしいこのイノシシ串、臭みが全くなくって、ほんと焼き上げたものをシンプルに、あれ胡椒かな、なんか調味料でいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。視聴者さんから教えていただいた美味しい食べ物を食べに行きます。お出汁で食べるところてん、この時期にすごいぴったりですよね。夏バテ知らずなものなんですけど、かつお出汁プラス生姜がねピリッと効いていて、すごくさっぱりといただくことができました。自家製のシロップを使ったかき氷です。ミルク入り生いちごというかき氷なんですけど、いちごがあのよくあるもソースとかじゃなくて本当にいちごなんですよ。つぶつぶを舌で感じることもできるし、あの酸味甘み両方とも本物のいちごやなっていうのを感じました。でミルクの甘さも相まってすごく美味しかったです。で氷自体は見た目ジャリジャリなんですけど、食べると意外とこうスッと食べれるというか、見た目大きいんですけど気づいたらもう全然1個食べれちゃうような感じのかき氷でした。すごい美味しかったです。ガリガリの氷、うん、そうですね、うん、おお、すごい美味しい。美味しいです。本当やまんまいちごや、うん、